はい、どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、詰碁講座ということで黒番の問題1問やっていきたいと思うんですけども、その前に一つ嬉しいお知らせがございます。10月10日オンライン大会初めての試みでやりますよということはね、前回もご案内したんですけども、ホームページの概要の方見ていただきましたでしょうか。そしてね、これね、東洋囲碁さんの方でもページの方が開設されまして、まあ正直言ってね、私が作ったページよりもね100倍見やすいページになっておりますんで、ぜひともね、前回のちょっと見にくかったよなんて方、改めてね、そちらのページ、概要欄にリンク貼ってありますんで、ぜひそちらからね、分かりやすく見ていただけたらと思います。そして10月10日はライブ配信をねしていくよなんてことは前回もご案内したんですが、そこでビッグなゲストをお越しいただけることになりました。私一人でね解説しててもちょっと盛り上がりに欠けると思いますんで、超超強力なビッグなゲストということで、林漢傑八段、つるりんチャンネルでもおなじみですね、林漢傑先生が、一緒にですね、あの当日審判兼解説ということで参加してくださる、応援してくださるということになりました。いやこれは嬉しいですね。林漢傑先生にはね、初めの頃にあの私の動画の方でね、お季語のお手本ということで見せていただいたりということありましたね。まあそちらの動画ね、また見てないよって方、あのそれも概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひね、漢傑先生のお季語のシリーズ見たい方はそちらの方もご覧いただきたいと思います。ということで、私としてもねすごく楽しみな、当日ということになりますので、なかなかね正直この全国規模のオンライン大会っていうのは、ない。そしてね、全国どころか実はね海外の方からも、申し込みが来たりとか、そういったことも今してますので、ぜひともこれね、多くの方に一緒にオンライン碁大会盛り上げていただけたらと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、すいません、ちょっと長くなってしまいましたけども、黒番の問題こちらできましたでしょうか。もう私の話が長いなと思っている時にね、この問題を考えていただけたらと思うんですけども、さあこれ黒番でどうやったら生きることができますかと、ちょっとこれね盲点をついた問題になるのかなということで、それでは答えの方を見ていきたいと思います。さあこれね、初手はね、まずねここまあちょっとね、あの俗なようですけど、まず1本こちら打つ手が大事な一手ということになります。で、まあ外出られたら嫌ですから、白は止めるぐらいということになるんですけども、さあその後にですね、ここから、まあ、黒でね、どのように生きるかということなんですが、まずね、スペースがこれ案外狭いので、黒としてはですね、何かここを目いっぱい広げていく手がね、大事になるのかなと思います。これね、なんかこう、ちょっと遠慮してしまうとすぐにこう、当たりから三目中手ということになってしまいますし、まあ、こちらの方広げたりとか、まあ、こんな感じで目をね、ちょっと作ろうとしても、こちら出られると、ここ欠け目になるから、こちら繋ぐと、また当たりで、やはり欠け目になってしまいますね。ですから、一個こちらのね、出るよっていう手を決めた後にこちら広げる手が続けて正解です。ですけども、この問題ここからが本番と言ってもいいんじゃないでしょうか。この後白が置いてきます。さあそこでどうするか。ここで、ここね斜めが怖いよということで、こんな風に打つとこちらで、これは中手で取られてしまいますね。ですからここで隅の一眼をまず作る。そしてでも放り込まれたらダメなんじゃない、これ欠け目になっちゃうよっていう風にね見えるんですけども、これね取って、でこんな風に当たりでね、あ両当たりかということで取ってしまうと、こちらで欠け目になってしまいますね。ですからこれは失敗なんですが、この放り込みを打たれた時にここで大事な一手がありますね。はい、そうです、例のあの筋ですね。こちらの方につなぎまして、4目を取られてしまうんですが、この団子の形を取られた後に、そう切る手で石の下というね手筋になってくるわけですね。はい、そうなんです。これね、4個取られるんですけど、その後この2目、よく見たら当たりなんですね。で、取ってもドカンと取ることができますので、もちろんこれはこんな風に来ても、しっかりと目が作ることができるということになるんですね。はい、ということで、これね、有名な一つね、形の石の下になるわけですけども、こちらから打って、この置きに対して最後まで読み切ることができましたかというところなんですね。はい、で、これで、そう、石の下、これ実戦で決めると、本当に気持ちが良くてね、もう負けてもいいやぐらいにね、気持ちがいい筋になりますからね、ぜひともね諦めずに、やっぱ諦めたらねそこで試合終了になってしまいますから、最後まで諦めずに、何かあるんじゃないかということでね、こんな筋もあるんだよということで知っていただけたらと思います。はい、ということで本日は以上となります。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろんな方がこうしてねお越しいただけるおかげで、私もね楽しくやることができております。そしてチャンネル登録まだしてない方、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。オンライン碁大会もよろしくね。